10時台すっぴんインタビューのゲストは俳優の岸部一徳さんです。1967年ザ・タイガースのリーダーとして僕のマリーでデビューされました。現在は俳優としてテレビ映画で大活躍です。岸部さんに音楽をやっていた10年間、そして俳優となって40年間の歴史のお話をいただきます。つまりデビューされてから50年を迎えられたんですね。ですよね、デビューも華々しいデビューですからね、もう日本のもう GS のもう第一人者ですからね、タイガースって言ったらね、デビューして10年なんですよね、音楽やってたの。そう、10年間音楽やって、その後は俳優としてご活躍、ですよね、もう大先輩としてね、聞きたいこといっぱいあるんですけどね。憧れの今年の1月で古希なんですね。いや、古希ってもう迎えられて70歳ですか。はい、ですよ。いや、びっくりです ね、そんなにですか今。はい、いやもうね、憧れの大先輩なんでね、あのベーシストとしてもね、あのベースプレイも大好きなんですよ。今日いっぱいお聞きしたいことがあります。楽しみにしてます。ザ・タイガースのメンバーとの友情や名優水谷豊さんとのお話も伺います。はい、そして11時台前半は水曜日はダイヤモンド誘拐と藤井彩子でお送りしています。今日のすっぴんインタビューのゲストは俳優の岸部一徳さんです。おはようございます。よろしくお願いします。お待ちしてました。あ、もうやっぱりね、憧れのベーシストであり、もちろんね、俳優の岸部一徳さんですからね。こうやって来てくれてどうもありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。ね、ラジオはいいですよね、気楽で。そうですか。あのタイガース の復活コンサートっていうんですか、再結成コンサートですか。再結成、そうですね、オリジナルメンバーのね、武道館見に行ったんですけど、あの時会いましたね。はい、あの舞台裏まで押しかけてってね、あの沢田さんにまでお会いしてきたんですけど、いやー、もう感激しましたね。2013年の12月3日だったんですね。ああ、そうでしたね。ということはもうだいぶ経ちますね。つい昨日のような感じがするんですけど、ね、そうです、もう4年近く前になるってことですか。あ、そんな前。4年前です。だからあの昔通り動いたりとかやってたでしょ、ちょっとこう動いたり、しんどそうにしない。いやいや。音がね、異常に良かったですね。音がもうあのね、あのベースとギター2本だけでしょ。なんかあの前も再結成 やられたじゃないですか、あのギターの、勝美さんがね、勝美さんなしで、あ、勝美さんいたか、あの一番最初でしょ。一番最初はあのドラマーの、あの瞳さんなしでやった、なしでやったやつですね。あの時ってなんかあのいろんなあのバックの人たちもサポートメンバーがついて、サポート入ってたりとかしたんですけど、今回ね、今回で何もなしでね、よくやれたなと思いますよね。すごいね。そのライブの直前ぐらいにこのインタビューにひとみさんにお越しいただいたんですよね。あ、まだやる前でしたか。そうです、あのお越しいただいたのは11月だったと思うんです、その年まさに直前だったんですね。でその時を聞いてくださってた方からもメッセージが来ています、栃木県の50代女性の方、リエさんです。2013年11月の P に続き今日はサリー、放送中は仕事をしているので録音をして帰宅してから聞くのをとても楽しみにしていますというメッセージをいただきました。ね、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまず岸部一徳さんのプロフィールをご紹介しましょう。岸部一徳さんは1947年京都府のお生まれです。1967年ザ・タイガースのメンバーとして僕のマリーでデビューされました。当時の GS ブームの中で大人気グループとして活動されます。1971年ザ・タイガース解散後はピック井上貴之バンドのベーシストとして活動されました。1975年に俳優に転身、1990年の映画死の棘でカンヌ国際映画祭審査員グランプリを受賞、また日本アカデミー賞最優秀主演男優賞も受賞されています。 NHK でもたくさんのドラマにご出演いただいているんですが、去年ですと近右衛門で平野屋中左衛門の役でご出演いただきました。ありがとうございます。ということで、50年丸々デビューしてから経ったということになるわけですね。そうですね、50年やってたんですね。やってたんですね。半世紀です、はい、いや想像もしないですよね、やり始める頃っていうのはね。まああの10代で音楽始めて、
それで、まあ、東京に出てきて、まあ、タイガースやって、その後、いろいろ音楽やって、50年は想像しないんで、まあ、音楽やめたら終わりぐらいのつもりでやってたんでね。だからまあ、ちょっとその後の人生、俳優人生は付録みたいなもんですかね。でも、音楽活動が10年で。ちょうど10年。その付録とおっしゃった方が40年。いや、もう長くなりました。で今日はまあ50年の節目を超えられたばかりということもあって、うん、ちょっと歴史を追って少しずつご紹介していきたいなと思っているんですが、はい、まずザ・タイガース時代その頃からのファンですという方からもたくさんメッセージが来ていて、うん、岩手県の高子さん、ザ・タイガースの時からのファンです、どんなお話を伺えるのかとても楽しみにしていますとおっしゃっています。結成当時あの幼なじみの皆さんでっていうのでいいんですか、理解としては。澤田さん以外はあの小学高校一緒、中学一緒、高校一緒っていう、まあ、友達の関係ですよね。ジュリーだけがその後で知り合ったっていう関係、まあまあどっちかというと友達バンドですかね。京都で結成されて、ええ、で関西を中心に活動していた。関西、京都からまあ大阪に出て、はい、まあ、昔はジャズ喫茶って言ったんですけど、そこで1年ぐらいレギュラーで出て、それで東京に来たという。意外と早く東京に来ましたね。そうでしょうね、東京に来る時っていうのは何かこうスカウトみたいなきっかけがあったんですね。その大阪のナンバー一番っていうところでレギュラー出てる時に、東京からゲストバンドが必ず来るんですよ、でそれの前座を僕らするんで、その時は内田裕也とブルージーンズっていう、内田裕也さんがゲストで来て、それで裕たちいいじゃないなんて言われて、まあ、そういう言い方してる。ユーたちいいじゃないって言ってる。ユーとかね。それで東京に出てこないかって言われて、それでまあその当時はユーヤさんも渡辺プロダクションだったんで、そこでオーディションみたいなことで向こうからあの偉いさんが見に来て、それで契約して東京に行ったという、まあユーヤさんのおかげですかね。これユーヤさん聞いてますよね、これ。どうでしょうね。どうですかね。朝起きてますかね。言っとかないとね。ああ内田裕也さんの紹介で東京と、はい、いうことだったんですか、はい、そのでも東京に来る時っていうのは、まあ、ちょっと行ってみるかぐらいの気持ちだったのか、もう絶対成功してやるぐらいの気持ちだったのか、その辺はどうですか。後の方ですかね。やっぱり絶対に成功するっていうか、行けば絶対にそうなるだろうとかってどっか変に思ってたんじゃないですか。みんななんか、はい、何の裏付けもないのに、だから人気者にはなれるんじゃないかっていうふうには思ってました。当時からやっぱりこのお客さんとか熱狂的だったんですか。大阪ではまあその小さい規模ながらも、ファンクラブがもうすぐできて、それで1年弱ですかね、大阪でやってたのは、だからまあ大阪のバンドでは一番人気があるになったんですから、まあひょっとしたら東京でもできるかなっていう感じはありましたね。ある音楽プロデューサーのね、まあ、今自分と一緒にやってる、人がいるんですけど、言ってたんですけど、タイガースは、実はビートルズみたいだってこう言われてたんですけど、ローリングストーンズの曲をカバーすることが多くて、しかもローリングストーンズの曲をコーラスがすごく熱い、コーラスワークが、だからコーラスワークのあるローリングストーンズみたいなね、そういうイメージが。ローリングストーンズの方がよく曲はたくさんやってましたね。ですよね。というかステージでやると、ストーンズの曲の方がなんか乗れるっていうのか、まあ、もう一つ言うとビートルズは難しいっていうね。コーラスがね。でもコーラスね、コーラスがやっぱりね、魅力的っていうか、タイガースのね、たまたま僕はたまたま低い声だったり、川西克実が高音が出るとかっていうので、まあ、そういう意味ではバランスは良かったんで、ついコーラスをみんな、まあ、その後もコーラスグループみたいにやってましたけどね、ちょっとストーンズの曲にコーラス入れたりとかして、そんな時代でしたね。それが新しい方ですね。もともと幼馴染である人たちがベースとなると、誰がどの楽器をみたいなことはおのずと決まっていたんですか。その頃はまあエレキギターがちょっと流行りだして、ギターは川西克実と森本太郎がちょっと学校でやったりしてんで、余ってる楽器はベースとドラムだったんで、そしたら瞳ピーって瞳が僕はドラムをじゃあこれから練習するっていうんで、残ってた楽器がベースだけだったと。でベースは意外と簡単だよなんて言われて、でそれで始め
った。だからしばらくその練習期間がありましたね。ああ。瞳、彼はあのドラムをちょっと誰か習いにしばらく行ってました、ね。それで始めたという感じですかね。でやろバンドやろうよがまずあって、で誰が何やるよがあって、で岸辺徳さんはそれきっかけでベースを始めたっていうことになるわけですか。そうですね。ちょっとやっぱりギターの方が良かったなみたいな思いは当時はなかったんですか。いや別にそれはないんですけど、意外といい加減なスタートですよね本当にちょっと アマチュア時代なんで、まあちょっとやってみようかっていうぐらいで。でもそんな時の仲間がね、揃ってそれがデビューしちゃうっていうのはそのままね、あれなかなかありえない話ですよね。いろんなね、で自分あの俺あのタイガースの中で一番好きなアルバムヒューマンルネッサンスなんですけど、その中で一徳さんが歌ってる、あの曲はもう衝撃でしたね。一曲ぐらいは歌わせていただきましたね。いやでは、ちょっと聞いてもらえ、ここで聞いていただきましょう。雨のレクイエムです。お聞きください。ザ・タイガースで岸辺一徳さんがリードボーカルの曲雨のレクイエムをお聴きいただいています。個性的ですよね。懐かしいですね。ツイッターでもポップコーンさんから、そうそうハモリがいいんだよね、トッポのハイトーンとサリーの重低音素晴らしいというメッセージいただいております。ありがとうございます。これだけの、ね、メンバーが、ね、しかも、ね、最初楽器始めた頃のメンバーだっていうのが ね信じられないよね。ですよね。岸辺さんが使ってらっしゃったベース、バイオリンベースっていうものなんですか。あのポール・マカートニーが弾いてたやつですね、まあはい、あれにはちょっと憧れてね、あのあれを買って、まあ、どうやって買ったか忘れましたけど、それを最初弾いてましたね。それはデビューよりも前。デビューの前ですね。当時は多かったんですか、バイオリンベースって。いや意外と少なかったです。まあどっちかというと音はもうちょっとこう ベースらしい音が出る方をみんな選ぶんで、僕はあれを持ったの多分軽くて動けるっていうのがあったと思うんでね、動き回れるんであれ意外と、あとスケールもショートスケールですよね。動きやすいんですよね、ちっちゃくてね。でも岸辺さんがね弾くバイオリンベースがね、またポール・マッカートニーとはまたちょっと違ってね、なんていうんですか、ブイ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 こう動くじゃないですか。まあポールも動くんですけど、あれあの音のこうなんていうのか、ギター一本、ベースだけのような感じだったんで、なんか音をいろいろベースが動いて出さないとっていうのがどっかにあったような、途中であの川橋克美抜けた後も、もう一人太郎森本と僕の音だけでやってたんでね、だからちょっとそのベースもじっとしてると薄くなるんで、それでああいういろいろあっち行ったりこっち行ったりやってたのかもわからない。あれ気持ちいいんですよね、なんか聞いてると魂にぐんぐん来るっていうかね。そしてタイガースは1967年デビューで71年の1月24日に解散、その後はビッグに沢田さんと共に参加をされましたけれども、その当時のお話を聞きたいですという方からメッセージが来ています。長野県の小田ゴム長さん、ビッグもしくは井上貴之バンドの頃のお話を聞きたいです。中学生の頃毎週金曜日は太陽に吠えろの日でした。証券さんや優作さんが大好きで、そんな太陽に吠えろのバックにはいつも一徳さんのベースギターが響いていましたとおっしゃってますが、太陽に吠えろ あのドラムの音とかはもうあの井上貴之バンドになってからですね、ビッグはもう短かったんで1年ぐらいで解散しましたから、でその後はまああの井上貴之バンドで太陽に吠えろとか傷だらけの天使とかっていう、あとは沢田さんの悪魔のようなあいつっていうドラマの、ね、音とか、そういうのは多かったですね。そのごくごく短いそのピックの期間っていうのは一徳さんにとってはどんな存在がある期間だったんですか。まあ、あの GS が全部もう解散っていうふうになって、タイガースも解散して、それで澤、まあ、田さんって僕ら渡辺プロダクションにいたん で、はい、で会社としては、まあ、ジュリーをソロであのその後はやっていこうっていうだったんですけど、
澤田さんはどっちかというとバンド好きなんで、うん、でソロになるよりもまあバンドの形でやりたいっていうんで、それでタイガースから僕と2人スパイダーズっていうグループからは大野さん、うん、井上さん、うん、あとテンプターズからは証券と大口博士で、そのメンバーでやろうっていうふうになって、うん、意外とやっぱりなんかその前の GS タイガースやってる頃よりも、うん、こう音楽を楽しくやってたのが一番その時期じゃないかなと思います。ちょっとこう自分らで曲書いたり詞書いたりして、あのやる気は一番あったという。一番楽しかった時期。楽しかったですね、なんか音楽をやってるのが楽しかったという、今アルバム聴いてもね、すごくいいんですよね。そうですね。でミュージシャンのあのね、あのまあスーパーミュージシャンの人たちいっぱいいるんですけど、実はあのピック好きな人が多いんですよね。あ、そうですか。難波弘之さんとかね、山下達郎さんのところで、あのキーボード弾いてる人とか、もう今でもやってますよ。ああそう、うん、まあでもね、あっという間に終わりましたからね、あれも。そうですね。もうせっかくなのでピックの演奏も一曲お届けしたいなと思います、一徳さんからご紹介をお願いいたします。はい、花太陽雨や。お聞きいただいているのはピックで花太陽雨です。これ作詞が岸部さんなんですね。そうですね。今ちょっと曲中に聞いて驚いたのが、コーラスの一番高いところを一徳さんがやっておられるんですか。高いところもやらされてた。やらされてた。ファルセットも、ファルセットもね、結構出してやってましたね。低いのもほとんど多いんですけど、勝手に勘違いしてましたね。萩原健一さんがファルセットやるじゃないですか、やってるかと思ってましたけど、あれこれの曲に関してはあの僕もやってます。へえ、そうですか。喜びの時笑えない人っていうのはね、なんか俺子供の頃そうだったんですよ小学校これ多分2年生ぐらいだと思うけど、親戚のお姉ちゃんが大好きでピックなんか、豚のあのレコードみたいな押すとなる、はい、ね、あれもう持ってましたね、そうですか。一番楽しかった時期だって振り返るのは、それはみんなで一緒に作ったっていう感覚ですか。自由だった、何かから解放されたっていうのもあるんですかね、なんか、タイガースって言っても、まあ、オリジナル曲はあの作曲家の先生、作詞家の先生が書くのが多かったんで、あのステージではライブで僕ら好きな曲やったりとかっていう、そういう意味ではピグは、まあ、自分らで好きにできるっていうのがあったと思いますけどね。なんか作品としてね、今聴いても全然新しいっていうか、で、なんていうんですかね、その自由感はもう伝わってきますよね。で時代、そういう時代感みたいなのもね、すごく詰まってて、まあ、あのこういうこんな曲をやらないとダメだって誰も言わないんで、別に、あの好きな曲を作って好きにやるっていう、そういうのが良かったんじゃないですか。はい、これもう一枚、もう二枚ぐらい、ね、出して、このメンバーでやったの聞きたかったですよね。出す時間もなく、わずか1年で解散ということになり、その後井上隆之バンドに移っていくわけですが、さらにその後1975年、突然というふうに多分ファンの方々は感じたと思うんですが、ベースをやめるという宣言を岸部さんがなさいます。そうですね、やめたんですね。やめたという、でこのあたりの背景について後半ではお話を伺いたいなと思っております。小休止、音楽をお送りしましょう。原信夫とシャープ&フラッツでドッグオブザベイ。水曜日はダイヤモンドユカイと藤井彩子でお送りしています。今日のすっぴんインタビューのゲストは俳優の岸部一徳さんです。引き続きよろしくお願いします。メッセージたくさんいただいています。ご紹介しましょう。こちらは新潟県の62歳ゆうこさんです。サリーがベースを弾く姿は本当にかっこいい、ミュージシャンとしてもぜひ活躍してほしいですというメッセージとともに、こんなお願いが来ています、はい、タイガースのメンバーとは古希のお祝い会をされているそうで、どんな様子なのかお話ししていただけると嬉しいです。
あの普段あんまりね、そんなにあのしょっちゅう全員揃って会うってことはないんで、あれは一番最初は瞳が70になるときに、その前に、まあ、せめて5人順番にその日だけは食事をしようということになって、それでまあ1年に1回その日を食事すると。でまあもう3人終わったんですけどね、うん、あと2人ですけど、ね、あと2人、まあその日は楽しくあの昔話したりとか、例えば克実があの途中で途中で辞めたりするとか、あと遅刻して、はい、あの彼がいないまま僕らコンサートやったりとか、はい、あの時なんで遅刻したんだって言ったりね。すいませんですか。そしたらいやいや俺はあのわがままそうだけど、はい、飛行場まで努力して行って間に合わなくてまたあの上野に戻ってってそんなことやってるうちに間に合わなかったんだとかね、もう僕らも初めて聞いた話だったりとか、そんな話をしたりとかして、まあ笑いながらですけどね、ちょっとまあ楽しい時間を過ごすと。もうなかなかそういう機会がね、もううっかりするとないんで、だからまあそれぐらいはしようということですけどね。今年の1月には一徳さんも国旗を迎えられまして、僕の場合はちょっとせっかくみんな京都だったんで、京都でご飯食べようって言って、まあ京都で集まって、で食事するっていう。次は、来年が川橋克実と、その後は沢田さんですよね、まあどこでいったら何もまだわからないですけど。そうですか、はい、へえ、あの何を食べたんですか1月7日は。しゃぶしゃぶですかね。そうですか、すいません、私ちょっと聞きましていや、そういうの聞きたいですよ、ね、ちょっと気になったんですか、すいません、はい、ひとみさんがブログにも、ね、載せてやっちゃったりしたんですよね、それでファンの方もご存知だと思うんですが、ねえ、さて話を歴史編に戻したいなと思います、はい、先ほどもご紹介しましたベースを辞める音楽界から去るという決断をされたのが1975年のことだったんですね。75年ですか。それはご自身としては結構前から考えておられたんですか。それ井上バンドの時ですよね、はい、まあ、いろんな理由があったんですけど、一つは音楽、まあ勢いでずっとやってたってなるんで、僕もその最初に話した通り何を楽器するかっていう、そんなとこからスタートしてるんで、面白いとか、なんかこう、いつか人気もなろうとかっていう、動機はそっちの方だったんでね、勉強っていうのはしてないんですよ、特に。それで、井上隆之バンドっていうのは、ある意味で言うと、大野勝夫さんとか井上隆之さんっていうのは、音楽っていうのはちゃんとしてる人なんで、その中にずっといると、結構しんどくなってきて、それで、もう自分、で自分の才能はあるのかとか、まあ、どれぐらい努力してるのかとか、いろんなことを考えた時期があるんです、それでずっと考えた時に、ああ自分はやめようと、もうそういうものでもないなと思って、でやめるんなら独身のうちにやめようと思ったんですよ、それは何でかっていうと、やっぱり生活を、家族を持って生活持つと音楽っていうのが大事、その仕事として大事になってくるんで、まあ、そういう決断がねその時できないかもわかんないんで、まあ、その時に僕はもう辞めるって言って、まあ、それで辞めたんですけど、ね、それおいくつの時ですか。27、8ぐらいですか。28歳、30になってらっしゃるんですよね。30ちょっと前ぐらいですかね、あの時ってまだ28歳だったんですか。そうなんだ、から30前で辞めて、30ぐらいからこっちの今の俳優の仕事をやりだしたっていう、ね、その音楽やめますということと俳優になりますということはまたちょっとその決断の種類が違うと思うんですが、違うんですけどね、まあ、とにかく何をするからやめるんじゃなくて、やめるっていうのを自分の中でテーマだったん で、でやめてから先のことは考えるっていう、まあ、たまたまその後こう進める人がいて、俳優の方に入ってやりましたけどね、きっかけは何だったんですか。きっかけは悪魔のようなやつっていうドラマがあって、それの主題歌が、はい、なんだっけ、時の過ぎゆくままにが主題歌だったね、でそれがちょうど僕がベース弾く最後の曲だったんですけど、いい曲ですよね。でその時にちょっと、ディレクターの人がちょっとまあ遊びで、出てみないかって言って、まあ、ヤクザ A みたいな役で出たことあるんですけど、はい、でその人が僕は音楽やめたんで、だったら俳優の方をやればと。それでキキキリン、今キキキリンさんですけど、はい、その当時は結城千穂さんって言ったんですけど、はい、その事務所に入れてもらえばっていうんで、まあ、面接して、でその事務所に入って俳優のをスタートしたという
あ、それで千穂さんがお名前を一徳っていう名前に変えたらどうだっていう、まあいろいろこう考えてくれて、でそれは30ちょっとぐらいの時だったんで、まあ50代になれば似合ってくるんじゃないって言われて、まあ最初は変などうかなと思ったんですけどね、まあ今はもう普通にそういう風になりましたけどね。だからまあちょうどその音楽から俳優に変わる時期ってのはそういう時期だったんですけど、ね、うん、徳の字はお父様から取ってるんですか。そうですね、父は徳之助って言ったんで、徳という字をまあ考えてくれたんだと思いますけど、うん、そうですよね、最初あの一致しなかったですよね、一致さんと全然ね一致しない、一徳さんってね、うん、あれ岸辺一徳さんって あれってそんな感じですよね最初。そうね、役者さんとして出てきた時はだからまあニックネームはまあサリーとかって言ってたんで、はい、まあ、あのそのちょうど境目の頃はサリーって言われるのは多かったんですけど、うん、今もほとんどそういうふうに呼ぶ人も少なくなって、うん、あ、だって一徳さんになられてからもう40年っていうことになるわけですもん ね、最初でもあの役者さん、うん、俳優さんやった時に なんかこう違和感とかなかったですか。違和感はない、まあそんな違和感はないんですけどね、うん、まあちょっと面白い世界だなとは思ったな、思ってっていうのはあのグループでやってたんで毎回毎日ずっと一緒でしょ、うん、メンバーが、うん、はい、でこっちの仕事はまあ一つドラマでも映画でも終わるとまた違う人と会うっていう、うん、ちょっとそういうのが意外と新鮮だったように今思いますね、うん、初めて新しい人と全部出会って、うん、でちょっとまた緊張したりとかしながら、うん、あのね、あのなんかでまた終わるとまた新しい人と出会うとか、うん、それが意外と面白かったっていうのもありますね。うん、でもあのミュージシャンの世界の中ではね、うん、もうスーパースターだったじゃないですか。でも役者さんの中に入っていくとなんかまた全然、ね、まあ、あの全然新しい世界ですから、新しい世界で、まあ、新人みたいなことで新人の扱いで入っていくんで書いて気は楽ですけど ね。そうですか。でも当時の30って言ったらなんかもうねある部分、まあでも今考えると子供みたいだね、うん、30って。そうですか、うん、まあでも 今のね30って子供みたいですけど、当時の30、その頃の30も子供みたい。そうですか。そうなんですか。あの、ゆかりさんや私の世代から見ると、もう大変な大人に思えてた人たちが、やっぱりそういう意識でおられたっていうことなんですかね。で、何よりもやっぱり、あの、死の棘っていう映画。はい。ああ、死の棘ね。はい、これ90年の映画です。びっくりしました。これは。これ、もう、まだ俳優やってそんなに経ってない時なんでね。うん、小栗浩平さんって監督なんですけど、はい、まあ、この役でって言われて、それでその当時一回あの昔のなんか森本ってメンバーが音頭を取って全員 GS のメンバー集まってなんかやったことがあるんですよ、どっかで、はい、その時に昔僕はこういうことやってたんですって言うんで監督が見に来てくれたことがあるんですけどね、はい、その死の時撮った監督が、はい、それでそれをやってからその撮影に入ったんですけど、なかなか難しい映画でね、あの僕も全くわからないままやった記憶があるんですけどね、はい、その時にいろいろ教えてもらったことが意外と、あ、俳優っていう仕事をちゃんとやろうかなと思ったきっかけにはなったと思います。あの島本翔さんの同名の小説を原作としたものなんですけれども、ええ、ね、まあ、壮絶な、夫婦喧嘩という枠を超えた夫婦の戦争みたいな、そういう内容の映画で、最初から最後までそういう映画でしたからね。そうですね、基本的にはシュールなんですよ描き方が、うん、そうですよね、うん、あの相手役、妻の役が松坂慶子さんでいらっしゃって、ね、ええ、まあ、2人の壮絶な戦いが、まあ、セリフによって描かれるという、一徳さんのねセリフ回しだったりとか演技のスタイルが新しいっていうか誰も今までなかったような、そうなんです、まあ、その難しい、まあ、監督曰く、うんうん、感情をね出すなとかセリフに感情を乗せるなとか、うん、その言われる時は分かんなくてね、だから棒読みの方がいいんだよとかね、うん、で終わってしばらくしてなんとなく意味は全部分かるようになるんですけど、棒読みみたいなんでいいのかなとかね、それで感情って言ったって、まあ、その都度その都度感情が生まれるわけですから、うん、その感情を言葉にすると小さくなるんだよっ
って言うんですよ、うん、だから言葉を出さないでその感情みたいなものが伝わるっていうということは内面をどうするかって話だから、まあ確かにしんどい時悲しい時楽しい時を言葉でするとそれは意外と小さいものになるっていう、難しいこと言われながらやってたんですけどね。そんなこと言われながら撮影するんで、ほとんどもうちょっと僕も病気状態みたいになって食べられないし、それでそんなだったんですか。その頃は大船が撮影所だったんですけど、はい、終わって家帰ってでそれやってるんだけどあんまり記憶にないぐらいの、それでなんとなく孤立してるしね、はい、素人みたいなもんですから僕も、まあ、その映画の中のシチュエーションも孤立してる感じですしね。それでまあそういう話を監督にすると、ああもうそれでいいんだよと、はい、役とそれが大体同じになるんでその方がいいんじゃないとかって言われながら、まあ、それ励まされてるのかどうかわからないですけどね、まあそういうのをやって最後まで やりきれたんで意外とどんなものでもまあやっていけるかなっていうふうに思った作品ですね。関連映画祭で評価されそうです ね審査員グランプリをカンヌで取っていますし、日本アカデミー賞の最優秀主演男優賞も受賞されました。この賞を取ったっていうのも後からついてきたような感じで、やっぱその場での経験っていうのが大きかったですか。その、まあ、賞はまあ付録みたいなもんですけど、やっぱりその撮影が長かったんですけどね、それをやって出来上がったものを見て、でそのまあカンヌに行ったりとかいろいろしましたけど、まあ撮影した時が一番まあ後で考えるといい経験だったんだなと思いますね。うん、苦しかったんですね撮影は。意外と苦しかったですね。もう大丈夫かなと思いながら、途中でダメになるんじゃないかと思いながらやってるんですよね。ああ精神的なものがだからこう伝わってくるんですね。そうかもわからないですね。今の話伺ってもう一回見てみたくなりました。ありがとうございます。ではもう一曲曲をお届けしましょう、井上隆之バンドで一人。井上隆之バンドの一人をお聴きいただいています。これは傷だらけの天使というドラマのサウンドトラックに収められている曲ですね。いい曲ですね。最終回の最後のシーンに流れた曲ですね。覚えてます？なんとなく死んじゃうんですよね。死んじゃって今ではないのかよね、ゴミを捨てるどこだけになって、そこにリアカーにね、証券が三谷さんを後ろに乗せて行くとこにこれがずっと最後流れるんですよ。ああそうなんだ、斬新なシーンですよね、ちょうどそのドラマを全部音楽僕がやってたんで、でその一人っていう曲はね、で相棒っていうね、相棒っていうドラマはずっと僕も長いこと水谷さんでやってたんで、なんかの時にトイレだったかなんかで、ね、なんかトゥルルルルルって鼻のためで口ずさんでたんですよ水谷さんがね、はい、あれと思って、あその歌は一人ですよねって言って、それで あれ僕音楽やっててその詩書いたんですよっていう話をして、っていうことになって、だからまあそのやってる当時は全然合ってないんでね、まあ、あのドラマ僕も大好きだったんで、はい、それはなかなかいい出会いですよね。あそこから仲良くなられたっていうことなんですか、その一人という曲をきっかけにして。まあ仲良くなったのはあれはでも相棒初めの頃だったんで、そうですね、まあ知り合ったのはもうちょっと前ですけど、一人っていう曲でそんな話をいろいろしたりとか、一人が取り持つ縁だったんですね。そうですね、でも伊藤さんでもそれ歌ってたっていうのが不思議ですね。え一人がそのトイレで歌ってもらう鼻歌で時間もだって結構ね経過してるし好きだったんですかね。ねえ、相棒の大ファンですとおっしゃっている方からメッセージが来ています。三重県の60代女性の方、ようちゃんママさんです。水谷豊さん演じる右京さんとのやりとり、特に緊迫した時ではなく二人が食事しながらお話しするシーン、回るお寿司屋さんでお皿をレーンに戻して戻したらダメですと右京さんに言われているシーンなどが大好きですとおっしゃっていますが、もうでもあれでしょうね、映画2で殺されちゃったんですよね。死んじゃったんでね、それまででも9年ぐらいやってましたかね、
今出てくる食事のシーンって、はい、いろんな食事のシーンが出てきましたけど、はい、楽しかったですね。ドラマの終盤の方に必ず2人で話してっていう、回転寿司は僕もねよく知ってるんですけど、実は、ええ、三田さんあまり知らなくて、設定上は逆なんです。ああ、そう面白いなそういう話そうでしたか、うん、でも年齢的には水谷さんの方が5つ下です、ね、5個下になるんですね、うん、でもとても、うん、リスペクトの感情を抱いていらっしゃると伺いました。まあまあ、僕もまあ、好きっていうか馬が合うっていうか、なんかこう長い付き合いですけど、うん、まあ、長く付き合う、仲良く付き合うのはやっぱり尊敬するっていうのがどっかないとね、うん、まあ、僕はどっちかというとあの人を尊敬してるっていう側なんですけど、うん、その傷だらけの天使があって、その後熱中時代があって、うん、でいろいろあって相棒があってって、その都度やっぱりもう圧倒的な人気のドラマをやってきたっていうのもあったり、でその都度キャラクターが全然違うんですけどね、そういうのを一緒にやってると、あ、この人はいつも一つ大きく生まれたらまたそれを置いて新しいところに挑戦する人だなって印象がずっとあったんですよ、うん、それでまあその相棒、まあ、僕も辞めたらまた次出会いがあるかなっていうのもあったんですけど、そしたら今度監督に挑戦するっていうふうになっちゃって、うん、今度のねタップっていう、はい、水谷豊さんの初監督作品、タップザラストショーという作品なんですが、うん、これがまあちょうど10日後にあたる、もうすぐ公開、17日公開予定ということで、ざっくり説明すると、まあ、うん、若いタップダンサーたちの成長物語でもあるんですが、軸になるのは水谷さんが演じる元トップタップダンサー、はい、そして岸部さんが演じられるのはタップダンスの劇場のオーナー、はい、まあ、この二人の旧交がある何かを生み出していくという、そういう物語です。まあ、若い人たちが苦労しながらタップをやって、それで、まあ、僕は劇場をやってる側なんですけど、それでもうちょっとこうなかなかうまくいかなくなって、で渡りっていう役の水谷さんがやってるんですけど、で彼もまあやりながらももうちょっとこうダメな方向に行ってお酒飲んでフラフラするとかで、最後にこの劇場でもう一回ちゃんとしたものをやろうっていう風になって、まあ、そこでタップのショーをやるっていう、まあそういうストーリーなんですけどね。タップのシーンが最後20何分出てくるんですけど、まあ、僕もタップのショーってあまり知らなかったんですけど、すごかったです ね、 それは。一足先に拝見したんですけど、うん、まあ、後半そのタップのショーの内容も素晴らしいんですが、うん、やっぱお二人の演技、二人のシーンがすごく印象深いですね。まあちょっとそういう言っていただくと嬉しいですけどね、うん、印象的にはタップが残る。ごめんなさいいやいや監督さんとしての水谷さんってどんな感じですか？監督、初めて監督するっていうんで、うん、どうかなとか、まあ大丈夫かなとは思わなかったんですけど、多分できるだろうと思ってたんですけど、もう本当に何の違和感もなく、もう結構もう何本も撮ってるような感じで、うん、すごい良かったですね。岸部さんはがまた監督をするっていうことは、それはもう全然ないです、うん、このまた監督はまたね別の才能が必要なんですよ。そうですか。だから僕は無理ですけどね、70ですよね今。僕はね、もうなられて5期ですよね、はい、70ですね。これからやっぱり60になる時とやっぱり70になった時はまた違うんですね、うんうん、だから70になると先のことをね、だいたいこれぐらいかなとかちょっと考えたりするんですよね。だからこの10年どう過ごすかとかね、いろんなことを考えますけど。何をメインにっていう思いが今頭の中にもあるんですか？いや、まあこの仕事をやっていくんですけど、はい、まあ自分が好きな人と、まあ新しい人とどんどん出会うということは多分ないかもわかんないんで、これまでの出会った人を大事にしていくとかっていうようなこともちょっと考えたりします。タイガースもまたやってください。機会があればですけどね、はいはい、岸部一徳さんでした。ありがとうございました。どうも。ちょっとこっちを向いてごらんベイビー、ちょっとこっちを向いてごらん baby、 粋なスーツが粋なスーツが
君の魅力さ、かわいいね。ちょっとこっちを向いてごらん、ベイビー。ちょっとこっちを向いてごらん、ベイビー。